おはようございます。レビンでございます。今回はですね、皆様結構やってくださいという要望の多かった機種、バツロ鋼鉄城のカバネリ行ってみたいと思います。で、テーマなんですけども、最近もこのテーマばっかりですね、楽しむポイントを伝えるということで、その2でやらせていただきますが、確かね、前回も SD 中を中心に、楽しいポイントをお伝えするみたいな内容だったと思いますが、今回は、そこでかなりマニアックな法則とかもね結構情報も出てましたんで、それをぜひ皆様にお見せしつつこういうことなんだよみたいなのがね、分かれば楽しめると思いますので、そういう動画にしていきたいなと。で、今回、収録させていただくホールは群馬県にございます安田前橋店さんで、行わさせていただきます。それでは実践開始。パチマガスロマガ TV レッツパスタートです。頑張ります。あ、フレーズ引いた。初めて引いた。あ、レインボー。パチンコパチスロ動画がいつでもどこでも見放題。ここでしか見られない豪華共演も、いやマル秘情報も盛りだくさん。ゲーム性でしたね。1ヶ月の総収支の方を報告しますと、パチマガスロマガ TV に今すぐアクセス。では、俺の代カバネリ2回目ですかね、頑張っていきたいと思います。大人気ですからね、皆さんだいぶ打ってると思いますが、オープニングでお伝えした通りですね、今回は ST 中がメインということなんで、もう最初のこのしゃべり以外はほとんど ST 中を流してもらうと。一応ですね、基本中の基本だけ、ちょっと振り返っていきたいと思います。まずはスペック表をご覧くださいということで、こんな感じになっております。通常時はね ST を目指すゲーム性になっておりまして、ボーナスの合成と、ST の合成がこんな感じになってます。パツロ鋼鉄城のカバネリに重要な役といえばチャンス目ですね。通常時はそのチャンス目が止まると、対応したところのカバネリポイントが減算されてって、それが0になると対応したところのチャンスゾーンが出てくると。ゲーム数ですね。あとは、ゲーム数での当選が期待できるのは100、250、450、650で、1000ゲームってなっておりまして、天井に関しては1000ゲームなんですが、朝一設定変更今されてれば650ゲームプラスアルファになるということで、朝は、650ゲーム超えたところからざわついて、必ず ST に入る、エピソードボーナス ST という流れになります。そう、最初ね朝一言わなかったですけど、6ゲーム間一応特殊状態になって平均6ゲームですね。だからそこでオールスター名を吹くといきなり ST っていうパターンあったんですけど、もう34ゲームを回してたんですけど、でチャンス目、一応1個チャンス目のほかに、2個チャンス目で3つ止まるとオールスター目というのがあって、2個だと通常時あれば減算の幅が大きいですよというのがあると。早かったというか100のところで当たりました。はい、いきたいと思います。投資4000円で、一応右押しして青7中断だったらエピソードボーナス1角、はい、これでも一応斜めでテンパってしゃべるときはしゃべんない場合は、大体は早い順。はい、で一応吸い込まれていったのが黒煙ポイントですね。これがマックスになれば裏ビバ ST ですね、これに入ると。これ地味な演出ですけど、これ1枚外れたら黒煙ポイントマックスなんで、これよく出るんでずっと思ってます。いつもクルス出て外れろと思ってますけど、必ず揃うっていう。こいつが外れたら黒煙マックスなんで裏ビバ。さあ、いろいろというかチャンスを失敗しまくっておりますが、今630ゲームまで来ましたんで、リセットされてればですね、ここで当たると650。そのまま当たるやつや、いかないやつ。はい、どこで引いてんだよこれ。一応これ有力感引きすぎだったらストック取ってれば光ったままになる。はい、投資朝から18000円です。リセット天井だと思われます。ということで、通常時のエピソードボーナスを消化しましたので、この後は ST に入るということで、まずは準備中からスタートします。でこのタイミングで一応おさらいなんですが、有利区間の引き継ぎと切るそのタイミングっていうのはまずここです。はい、で、引き継ぎの条件なんですけども、まず1つ目が、2450ゲーム残ってる場合と、2400枚出し切れる状態の2つが条件満たされている場合っていうのは基本的には引き継ぎます。で、引き継いだ場合何がいいことあるかっていうと、そこまで貯めてた黒煙ポイントがそのまま、あとはチャンスオン、ちょっとさっき触れたんですけどチャンスオンのストックを取ってる場合っていうのは、ST 明けに光った状態からスタートしてチャンスを放出します。ただしそこまでに減産してた他のところに関しては再抽選されちゃいます。はい、で小ネタなんですけど、一応この準備中の長さがちょっと長かったり短かったりするんですけど、この長さでそれは判別できませんというのがあるんで、別にこれ長いからどうとかいうことはないんですけど、一応その2つかぶってるときは有利感引き継がれるんだなっていうのを覚えてください。で例外として、一応ですね、黒煙ポイントマックスのときは有利感そのままです。はい、切ったりしないでそのままいきます。では、初回の ST いきたいと思います。1点お伝えしておかなければいけないことがあって、設定変更した場合、多分今設定変更なんですけど、初回 ST で初回ボーナスを引いた時に一応1個期待できるものがあって、それじゃあ1000枚目標でフラグっていうのがあります。はい、それじゃあ1000枚目標でフラグの当選率は、設定変更時の 0.3% しかないんですけど、それが立ってる時に、ST 入るじゃないですか。でボーナス引けたら1000枚になります、初回が。はい、ああ大丈夫だ。で継続、いや基本演出以外のところでこの今のビビビビってやつが第1でなかったでしょ。第2以降で出るともう90何パーなんですよ、期待度。これ当たってるやつだな。で技取り、これね疑似1とかでいくと結構70何パーなんで外しやすいんですけど、はい、これでボーナス。はい、で中段か斜めか、はい、これ斜めなんで上位ボーナスである300枚で、一応天敗防止で、俺が誇れる俺になるんだみたいな生駒のセリフが聞けたら400枚以上ですまず。でこの後出てくるキャラにでも注目してください。ここ基本は生駒です。ちょっと待って、俺当たってない？大丈夫？じゃあ大丈夫だよね、1000枚はないよね。一応、生駒だと200枚以上、最低の200枚以上で、無名だったね。無名もう400枚以上なんですよ。で、生駒覚醒だと500枚っていう、その3人がいるんで、一応ここね、天敗ボイス、ここラインでキャラで、一応さっき1000枚選択時のキャラ言いましたけど、クルスか生駒覚醒で 66% なんで、一応ね、違うと思うよ、違うと思うけど一応言っときます。ああそうですか一応3分の1ぐらいは普通の生駒と無名でも1000枚はあるんですけどね。今一応1000枚だけの話をしちゃってますけど、はい、期待度でいうと普段は230枚ぐらい左からで、310枚ぐらい で400枚オーバーで、生駒覚醒も400枚オーバーみたいな感じの期待枚数ですね。じゃあ見てみますか。で無名のカバネリアタックに関しては、出てくる数字ポイントなんですけど、ゾロ目、まずゾロ目44から77までに関しては基本的に設定資産になってます。4以上5以上6以上で、77も6で、さらに大量を獲得で、それ以外でいうと7と100と331っていうのなんですけど、それ注目。バイブしたな、今30だったよね。でも出たのか、7とか出てたバイブしたな、今7が出たかもしれないですね。もしかしたらバイブしました。7と100に関しては400枚以上か、サミーに関しては6角プラス500枚以上みたいな。でもデモじゃない、はい、で一応また演出の話の時に言おうかなと思ってたんですけど、上位ボーナスが期待できる演出っていうのもあって、当たる時の演出も注目ですね。で、まあ、分かりやすいのがソーランの時っていう熱い演出あるんですけど、あそこから当たった場合は一応チャンスになってます。上位ボーナス、今上位ボーナス出てきましたよね、はい。あとはショートフリーズのキャラが、無名だったり、クルスだったりするとチャンス、まあ、そういったのが出ると、上位ボーナス期待できますんで、技術介入の出現率は約10分の1です、はい。で、まあ、ここでお話、初回ボーナスなのでお話したいと思うんですけど、どうやったらその上位 ST いくか、今通常 ST ですよね、まあ、要は無名階層を経由してビバ ST か裏ビバ ST いくんですけど、獲得枚数ですね、獲得枚数が不定になってます。決まってないんですけど、トータルで1069枚ぐらい平均で取ると青7揃ってエピソード燃える命になって、その後に、無名階層行くっていうパターンになります。一応それを目安で、今めっちゃ取ったんでもう一気にぐっと近寄りました。これ払い出し枚数の話なんで、純増枚数でいくと大体、800枚ぐらい、800超えてると、あ、次青7揃うかなっていうイメージですね。前回のね、俺の代でも、お話したんですけど、一応 ST 中の基本だけさらっと紹介してから細かい演出の話していきたいと思うんで、 ST 中は皆さんもご存知の通りチャンス目を引いてボーナス抽選をしていくっていうものになってて、その継続期待度がですね、今通常の ST です。通常の ST は 75% で、上位であるビバ ST が 80% で、裏ビバ ST に行くと 95% プラス裏ビバだけは純増6枚になるんで、めちゃめちゃ増えながらボーナスを狙っていけるというのが裏ビバ ST ですね。で、チャンス目でボーナスをまあ狙っていくんですけど、このチャンス目のシステムね、おさらいしていきたいと思うんですが、で1個チャンス目の場合、まずお尻不問の共通チャンス目っていうのが22分の1ぐらいで成立します。でそれが成立すれば当然まあ左から押してて、普通に止まると、はい。で、あとは3択のチャンス目っていうのが成立する場合があると、はい。でその場合にナビありとナビなしっていうその抽選をします。でナビありってなると1っていう数字がどっかに出てきて、その通り押すと必ずチャンス目が止まる、正解のナビは要は教えてくれるっていうのが33分の1ぐらいで、もう1個がこれ、3択のこれナビなしが選ばれると場所によって違うんですが、加速中ナビ出ません。で、共闘中の非前兆中はこのカバネリチャレンジが出ます、はい。中押しを、はい、これで、まあ、左か右だったってことだね。で、覚醒中もハテナ、同じようなハテナハテナハテナのナビになります。全部合わせると10分の1ぐらい出てます、チャンス目が。あ、ナビありかもよこれ、ほらナビありで無名を教えてくれた。ここからのリプレイとかないんで、もう 60% です、はい。で今 60% ですって言ったんですけど、期待度で言うと、広角だったらこれ 60%、66%、100%、非広角だったら 25% ですね、はい。で2個チャンス目でかぶった場合は 100%、かぶってないところは 62% です。で、60% ですねこれね、はい。という基本を押さえていただいて、でちょっとねこれだけ抽選タイミングなんですけど、どうなってんだって話なんですけど、 ST 中レバーオンでボーナス抽選して当たってるか外れてるか決めちゃいます。決めた上で3択とかになってるときは、今停止させれば当たりますよ、停止させなかった場合は当たりってなってたものが無効になりますよっていうのがあります、はい。さっきカバネリチャンス後期だったんですけど、あれが激アツとか発展ってなってるときってもうかなりボーナス濃厚なんですけど、内部で当たってるときに出ます。ただ止めないと無効なので残念ってなっちゃうよってことで、もうほんとドキドキになるっていうシステムですね。で一応小ネタなんですけど、まあ、皆さんもやってますが、一応プッシュをしてボーナス当選してるときは2分の1でレインボーになって告知が発生するっていうのもあるんで、まあ、前兆中押してもらうのもいいと思う、はい。ではちょっと見ましょう、はい。おあ、でシェイクビジョンのお話ですが、加速とか覚醒中シェイクはもう 99% なんでほぼボーナスなんですけど、中盤の共闘に関してはこの前兆中に出る可能性があって、これはチャンス目の資産になって、チャンス目蹴ればボーナス、普通のパターンなんですけど、強パターンだったら2個チャンス目以上出たね。今出ない方が良かったんだけど、はい、あカットインなんですが、金は 100% で、赤でももう9割超えてきます。どんなやつでも後半以外はここだけ違うんで覚えておいてください。前半と中盤に関しては赤でもめっちゃ熱いです、はい、これはもうボーナス濃厚。ラインですね、まずはラインで赤7のテンパイボイス、生駒の声が聞こえれば400枚以上で、入賞時のキャラ、さっき無名出てきて400枚以上だったね。基本は生駒です、通常の生駒が出てくる。でこの後200枚で、一応六根少女エフェクトっていうのがあって、それが出てくると、クルス以上になるっていうのもあります、はい。で選択率はもう 1.5% ぐらいしかないです、クルスと生駒覚醒は。でほとんどがこの2人、3分の2がこれ、3分の1がこれみたいな感じで、まれにこっち注目ポイントは、プッシュ長押しして50、100、150ですね。まずはそこ注目。50時にブブブってなると400枚以上バイブすると、で、ここ100の分岐のとこでカットインが出ると、そこからプラス200枚になるんです。はい、100は超えるんですけど、であとは150のところで、150のところでブブってなると500枚で、200で終わっちゃう可能性あるんで、ただこれカットイン出れば、プラス200なんで400、はい、これ最低枚数ですね。あともうめったにないと思う超レアパターンとして、333のとこまで行ってプチュンってなっていきなり1000枚っていうパターンもあるっていうのが生駒。はい、はい、ほら1万8000使ったけどさ、もう半分どころじゃなくて帰ってきてるよね。はい、また6本玉1個です。3回目いきます。はい、あ、合格はで、カットイン、これ弱いですね、下段に赤7止まれば1角です、はい、これはあやめは弱いんですけど、8割超えます、生駒の場合は。で、ビバだったら 100% になるって、それぐらい覚えておけばいいと思います、カットインに関しては。はい、本当は細かい法則があります、順押しした時のラインと。もうちょっとチャラ見えてきてない？バイブしねえかな。もうだいぶ帰ってきましたよ。もうではまたちょっとごちゃついちゃったんで、加速の話しましょうか。すぐ当たっちゃったんで、加速は演出なしか、ユキナ、女のキャラですね、女性のキャラユキナか、鋼鉄城の加速、この3つが基本です。で演出なしはもう全然熱くないんだけど、これでチャンス目止まったらもう激アツになります、演出なしなんで。演出なし、ナビ発生でも OK、 ナビ発生もしくは500以上の出目、リプレイ上段とか止まったらめっちゃ熱いね。で、鋼鉄城加速に関しては外れベルです、基本は。なんでこの演出もナビが発生したらもうその時点でボーナス濃厚で、ユキナに関してはナビプラス外れかリプレイ系になるので、ベル下段に止まったら熱いです、その時点でボーナス濃厚のチャンス目か、3択正解のビバが止まる、こうなっちゃうんです。はい、リプレイですね。でナビ外れたいようなね、ナビが出て外れるっていうのも雪なんです。はい、演出なしっていうのが加速中ですね、序盤の ST 前半の加速中で、あとシェイクめったに出ないですけど、出てればもうボーナス濃厚です。はい、で中盤の共闘中ですね。で基本演出に関しては5つあるんですよね。それ前回の俺の代でも紹介しましたけど、それ出ると思うんで、基本演出が5パターン、ちょっとレアなのが他にあるって感じです。でこれ今ちょっとここだけいいですか、止まってちょっと説明した、これちょっとすげえ楽しめるポイントなんで、この会話演出ですね、 ST 中の。でこれ何対応かさ、外れオアチャンス目なんですよ。で基本外れなんですけど、なんでこんな出目が止まって外れるんですけど、で、基本この白ゼリフで喋ります。で、チャンス目が止まるかどうかみたいなのがあるんですが、赤で喋った場合レバーオンでチャンス目だけじゃなくて2個チャンス目以上になります、非前兆中の場合は。なんでそれが矛盾したら、ボーナス濃厚。はい、で面白い法則があって、クルスですね、クルスの場合は、あと生駒とクルスは真ん中の生駒チャンス目対応なんですよ。だからそれが止まってるときは2個チャンス目以上になるっていう法則があります。それ矛盾するとボーナスで、その他の男性っていうとビバとキビトとスカリっていう男性キャラに関してはビバで、女性キャラ無名とあやめとカジカに関しては無名なんですよ。だから一番無名が分かりやすいんですけど、例えばその女性キャラが出て無名チャンス目ポンって止まると、2個以上になります。熱い 62% 以上、1個チャンス目になりました、法則矛盾で当たりで、もっと熱いのはここ広角ついてて女性キャラ無名チャンス目ってなった場合はどんな場合でも確定になるみたいな演出があるんで、一応それを覚えておくと面白いんで、はい、一番覚えやすいのは女性キャラがしゃべって無名チャンス目が出るっていうのがもうめちゃくちゃ熱くて、広角所持時だったらボーナス濃厚になるみたいなのが覚えておいた方が熱いんでね。で、熱いのが白なのに白で返すはボーナス濃厚になってます。はい、あとはめったに出ないと思うんですけど、ドデカの画面いっぱいのセリフが出た場合というのは 90%、 非前兆中でも 90%、疑似連中だったらボーナス濃厚。今ので勘違いしてほしくないのが、その法則が2個チャンス目になる法則です。なんでクルスなんで絶対生駒だってわけじゃなくて、クルスで違うチャンス目が1個チャンス目止まるっていうのは矛盾じゃないので、そこは気をつけてください。はい、ここだけちょっと止まって喋らせてもらいました。はい、でこれが今一応カバネ侵入なんですけど、今3連以上の時って演出ちょっと変わるんですね。で今4八式の準備っていう演出に変わってますけど一緒です。でこれも基本演出の一つでこうですね。はい、1枚ベル右上がりの1枚ベル対応なんで、これが矛盾した場合はチャンス目停止が濃厚になります。はい、またちょっとチャンス目引いた時にいろいろあるんで引いたら言います。はい、はい、後期ですね。で汽笛がふーってなった時はここ見てなくても基本的には発展か、激アツが出てるんで、汽笛になった場合はチャンス左。結局止まんないね、広角取れないも何もまずチャンス目が止めらんない。で会話と今のカバネ侵入、その4八式準備みたいなやつねと、あと3つあるんで 25%。 じゃあボタン押してみるよ1回だけね、当たってる時の 50% で出てほしいななんだよなんないよね、それはね。外れてんでしょう。おで外れてても一応ですね 25% って言ったじゃないですか。なんだけど前兆中って、そこで引く可能性もあるでしょ。それ合わせると一応 40% ぐらいになります。はい、でこれ今ダメだと、多分ダメなんですけど、カバネフラグっていうのがありましてね、一応それに行くと連続演出、当たってても連続演出であえて弱い演出バーッと出して当たってんのかいみたいなのがカバネフラグです。それ一応行く可能性がある。すごいよね開発の人ねだから人気なんだよこれ。だから人気なの。めちゃくちゃ細かいもんこれね。ああ追い込まれてきた。予告音だけっていうのはもうチャンス目なかなか止まんないんですよ。 8% しかチャンス目大体止まんないんですけど、止まったらあっちです。止まったらそのまま第3で、タイトル予告っていうボーナス濃厚なやつに約7割でいくんで、ピッでその時にここサブ液晶でランプが流れるっていうのがあるんですよ。それ疑似連中に出たらもうボーナス濃厚なんですけど、そうじゃない時はピッて予告音で出た場合って合わせ技でチャンス目濃厚なんですね。これで予告音のみピッチャンス目出るタイトルみたいなっていうのもある。ああ終わっちゃう。はい、でここから後半の覚醒、ここからは1個チャンス目でも 66% なので引けば熱い。最終ゲームで引いた場合は 100% です。はい、66% じゃなくて 100%。 後半覚醒中のシェイクもボーナスので、一応当たるときに、まあ、こう何もなくて一発ってやつと長押しっていうパターンですけど、大体7対3で3、長押しは3ぐらいしか出ないんだけど長押しめっちゃ熱いんで、その場合はあーみたいなイコマがもうレバーオンで動いたりする。その場合長押しパターン。でも最後なんで何でもいいから止まればもうまあまあまあ124ゲーム一発エピソードでお願いします帰り咲き早かった。はい、ということで、これでもう2回目の ST は約束されましたね。はい、まだ切られないんじゃないかな。はい、まだ多分さあエンスなしだ、止まれって思いながらね、チャンス目、ああいいとこいいとこ、好きなとこ。はいはいはい、ナビプラス外れかリプレイ、上段7だったら熱い。これがまあリプレイの可能性あるんでまだ分かんない。リプレイ、はい、下段ベル以外、うん、ね、ナビ外れはもうユキナなんっていうことですね。が出ましたね。はい、基本演出の、鋼鉄上ステップアップ演出、これはもう6枚ベルです。まあ7を上段枠円に押してるときは下段ベルになるんですね。下段で平行の、はい、非前兆中の話ですね。ステップ2までいくと2個チャンス以上で、いきなり3までいくともうボーナス濃厚のチャンス目になります。来たよ、生駒だったら2個チャンス。これ止まったりするとここも出るってことだよね。基本は2個チャンス目以上。はい、これがでさっきと違うでしょ。さっき連チャンしてたから4八式準備だったけど、これがカバネ信念、まあ一緒です。うわもう絶対当てないと思う。 100% が2個あるよ、当てれば。これ今もう生駒かビバが成立していれば3択当てればもう当たり、言うまでもなく。左からいきます、出ちゃってもいいよ唯一確定じゃないとこ 66% で、先言っておきますが、カットインは貫けのやつは赤になります、デフォルトが。でここ白パターンないです。で赤が金で、だ普段は赤が 90% 以上あるんだけど、ここはそんなない。75ゲーム、さあサクッとまたいいっすか。そんな甘くなかった。おマジで 95% かな。ちょっと早い ST、 今回 ST 中 98% なんですけど、これうわー、そういうこと、そういうことかそれ6000とかだったんじゃないの。だから超えちゃいましたか。はい、まあまあ9割超えなんですよ、もう光ると。だ ST 中の方が若干熱いですけど、いいじゃない、いいじゃない。ちょっと本当冗談抜きでもういっぱい喋んのもいいけどさ、ちょっと頼むぞ本当に。ゲダンベルでもいいぞ。それとまあ 18% ぐらいしか止まらないね。あとはおーってやつが出た時は騒乱の時対応なんで、まあ、18% ぐらいしか止まらないんだけど、止まった時がもう激アツ、生駒が突っ込んでくるやつ。あとは最初ちょっと出たけど、あのシルエットのやつね。基本は生駒なんだけど、生駒は 50% なんですけど、無名だともうチャンス目以上で、クルスだと2個チャンス目以上、はい、なんでまあナビが出た時の演出ね。はい、ステップアップ、ああ第2までいったらもう2個チャンスでもうもらいだったのにねっていうことだよね。2個ある時はね、これウィーンウィーンっていった時点でウィーってなるね。これ下段にテンパる、うん、あこれ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 もなかなか止まらないんだけど、止まったら騒乱行くし、行ったら激アツ、行かなかったら矛盾で確定みたいな。押してみようか。という騒乱の時に対応した演出なんですけど、即発展って、まあ、騒乱は 95% なんですよ期待度で、それ以外の演出で即発展ボーナス濃厚なんですね。なんでこれ以外に発展したらボーナスなんだけど、まあ、これだけでももう 95% あるんで、はい、即発展騒乱の時あのわーってやつね、意外と止まんないので、止まったらこう熱いから皆さん覚えておいてください。まあ、今 50% の当たってたんでコークチ入ったんでもう安心。この間は、チャンス目止まって昇格抽選の方するんで、であとはこれがステップ3までいった場合、まあ、これだけでも若干その上位ボーナスの可能性があるんだけど、ステップ3までいった時っていうのは、かなり熱いんで、はい、今1位だよね。あリップか、一応格上げの抽選してますが、ただ実戦上2個チャンス目ね、本戦調中2個チャンス目とかでも格上げしないこともあるんで、まあまあそこまで過度な期待は禁物って感じですかね。ベインダーンならない、はい、ボイスもないあ一番弱いやつ3点セット。生駒が200枚確定みたいになってますけど、全然あるからね。300枚、やられたよやられたよ。あと1個、2個チャンス目全然引いてないから2個引こうか。まあオールスター目でもいいけど、ちょっと引こう。降格なし、ナビ頼む。このピコピコだけでもちょっと気合い入れてね。止まれば熱いからおーとー、これちょっとあやめがわーって言ってるやつは2個チャンス目対応なんですよ。赤文字かな多分ね、あやめが喋ってるやつで2個チャンス目なんで、1個だったらボーナス濃厚みたいな矛盾パターンですけど、これはまあチャンス目ってだけでしょ。お、これは継続だな。まあここまでは行くんですよ。ここだよね問題は。ああ、はあ弱い。はあこのゲームはここで固まるんですよ。第3でフリーズするんだよね。フリーズしてないもんね。ああ、はい、追い込まれました。ボーナスゼロの次は162枚。はい、ということで皆さん、先ほどの ST からですね、だいぶ時間が経ってます。実は私のゲーム数ご覧ください。999ゲーム、はい、1022、はい、36000円を取り返すべく、私最後の ST を頑張っていきたいと思います。いや、でもこれでもあるからね、ビバまで持ってっちゃえば、裏ビバじゃなくてもさ。ではでは行きたいと思います。最後の S。 お、ステップアップ矛盾したけど、これ2個チャンスだったらもう違うのよ。だから成立してるやつがさ、当たってんだけど 25% のやつなのよ。全長中含めれば 40% 出ないですね今日ね。時計のカウントダウンね、ここまでは 40% 未満だから、赤までいっちゃえば 90% あるんですよ。これでも、うん、こうなっちゃうんですよね。だからカバネフラグあるから。ずーっと無名チャンス目が止まってる。おい、無名しか出ねえぞ。2個なら話が変わってくる。あっと、まれ、いやー、まあ疑似連は継続。もうあと5ゲームなんですけど、1000ゲームはまったんですけど、俺、あ、これ左出なければだね。赤さえ出なければ66か 100%。 一応鎧カバー。頼む、マジ左出なくていいかんな。左出なくていいかんな。おい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 、マジで言ってんのこれ。ずーっと無名チャンス目止まってんじゃん。いやー、もうギリギリだもんね。もう本当にギリギリの。いや、早い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 、早め早め行こう。25% で。あー、タイトルロゴ、あー、熱い。いいぞ。どこですか。おー出りゃいいやつね。そうきたが後期なんだね。ええ後期後期これはきつい。これでなんとか、今のでなんとか、ああ面白い、面白くなってきた。固まったー。ほらオール200だよ。そんなキャラじゃないのに合格なし。いやーよっうわ熱い。いったこれ4つのやつです。融合軍隊これが、3話目までだったら技取りなんだよね。3話目じゃない3連目までだったら技取りだったんだけど、変わってからはこれになる。はいでここの貫けのこのランプが光った場合は ST 中に関しては 98% です。もともと9割超えの信頼度でいきましたけどさらにってことです。きた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 。あんのか最後にビバ ST 全部普通ですね。少ない。まあ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 おお合格なし。出た出たよユキナ下段ベル来ました。これは、3択のビバ正解もしくは、ボーナス濃厚のチャンス目の1角だ。まあ一応ビバで外れはあるんですけど一応止まりましたね。ああそういうことか。あと1回だあと1回だよこれ。無名階層まで弱い弱い弱い。ここ300欲しいな。ああ、うん、大丈夫だな。これはいくだろう。これは平均1069枚の払い出しで大体800枚超えぐらいなんで枚数として。次青7のエピソードですね。で燃える命当てればおいあと1個俺の命運が逆押し10分の1。おいやれだって 25% で確定じゃないよ。チャンスは確定よ。4発式まあカバネ侵入で一緒ですけど斜めベルにならなかった時点で 25%、 2個止まれば 62%、 頼む3って関数字。マジでマジでマジで嬉しいんだけど、あとラストで3よ。これ青だろ。おう、ほら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 、画面が青7が出てくる画面じゃないですか。燃える命、いやいやいや、ありがとうございます。なんだなんだ、こんな最後だったの、やらしてくれるのね。はい、まあとりあえず消化しましょうか。まあ300枚固定なんで、はい、これでボーナス終了ですね。でここから無名階層に行くわけですけども、ゲーム数がですね100ゲームか70ゲームになっております。でゲーム数の決定方式が ST 開始から今のこれですね、エピソード燃える命が終わるまでのゲーム数が1から304だった場合っていうのは100ゲームです。で305ゲーム以上経過してた場合は70ゲームになりますので、ちょっと俺だいぶゲーム数引っ張られて200枚とか多かったんで、多分70ゲームだと思います。おい100だ。つまり私1から304の間にここまで来れたってことだね。でまあここはもうね説明するまでもないと思いますが、エピソードをね、クリアしていく必要があると。で100ポイントを貯めるごとにジャッジ演出行って、まあ1クリアすると1個、まあ、6個玉もらえるんで広角1個もらえると。チャンス目は10が最低です。でこの目をしべるに関しては3が最低で、2個チャンス目止まったらここで50ポイントなんで固定ですね。でまあ100貯めてジャッジなんですけど、詳細出てないですけど1と2に関してはほぼクリアできます。足踏みしちゃったことはないです。お、早かったね、めっちゃチャンス目引いて。はい、こんな感じでね、これもちゃんと溜まってるからね。で6本玉もらえて、これあと1、もうベルのナビが来ればジャッジ。はい、早かったよここまで。意外といいペースよこれ。まあ、ここまではまあ行くんですよね。あ、めっちゃ溜まってんじゃん。42まで残り53あるよ。ちょっと余裕で行くよ。余裕で100は行くけど、ここで繰り返さなければ熱いよね。赤の100までいけるかもしれないよね。繰り返すなよ、頼む。繰り返しがち。行ったら熱い。赤でも結構溜まってるこれ。赤まで行ったらこれで広角3つで溜まってるよね、ほらちょっとあれチャレンジできるじゃん100の。俺初めてかも。いや100いけば確定じゃないよ、もちろん。そこでジャッジ抽選するんだけど、ああ今のチャン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 ってレバーあるでしょ。で100がたまる時のレバーオンで裏ビバの抽選まずしてます。このレバーでやつなんだ今、チャンチャンチャン、あそこで裏ビバかどうかが決まってたわけだチャンスアップ1個でもあればもう9割超えなんで、今の赤タイトルでも 95% かな弱いあんのか赤、ここまで赤でも OK でしょうね。おもろかった。あと4ゲーム、さすがにこれ30だったらいくよ。今のレバーでやってたってことよ。もし100ピー88 最終ゲームでまあこれチャンス目じゃないと思うんですけど、ここは第3離した時に裏ビバの抽選ですね。ここまあ上に当然いってるほど入りやすくはない。はい、これで決まりなんですけど、一応ジャッジゲームあるでしょ、数ゲーム、その間のチャンス目とかでもポイント加算してるんで、はい、っていうのもあります。で今88まで来てるんで、そのジャッジ中のポイント加算で100って言っても裏ビバの抽選をしてます。赤ないっすか、これやってるよね、これあとチャンス目1回いけばいくよね、これはあ、はあ、貫け赤俺もう無理だよ、これ以上のことは無理でしょう。はい、これが、VIVA ST ですね、継続期待度 80% になる理由は、抽選確率変わらないんですけど、25ゲームが30ゲーム5ゲーム間伸びてる分だけ、期待度が上昇したということですね。で今3つ持ってるんで熱い。でこれも対応薬一応あって、ビバの場合はこれ、あそこに移るのが生駒の場合はリプレイ、はい、でこれも外れ対応ね。これが命の炎かな、これが6枚ベル対応、鋼鉄上ステップアップみたいな感じ、こうだが対応薬。これ熱いんだけど、熱いっていうのは行けば熱いんだけどチャンス目出ないこと多いですよね。というされなかった。行きましょう、この辺からさらっと終わっちゃうことなんで、本当にただ1個あるんで頑張ろう。お、水面の右上がり、なかなか止まんないですけどね、これもね止まりましたね。広角かぶりの2個チャンス目、ありがとうございます。いいとこで引いたよ、2個チャンス目、もうなんか抜けそうな雰囲気だったけど、なんなら今日200枚しか出ないじゃん、生駒どこですか。うわおー、見てくださいよ、これセリフで、これここか、ここかな、ここがいいな。決まったな、決まっちゃったな、今な、見えてきたな、チャラが見えてきたな、もうでかいの来い、おい、こしか、これ生駒が200しか出ねえ。はい、1391枚までいきました、降格なしです。刺されなかなか刺さんない、なかなか止まんないな、この攻撃。あ、生駒だ、リプレイだ、あ来たな、来たよな、どっちか止まるよね。攻防、ああ今第1だったじゃないですか。第1は継続濃厚ってだけなんですよ。第2か第3で出てれば、通常 ST 中ももう90何パーみたいになってもうめっちゃ当たりやすいです。で、まあ、矛盾して発展したりすればボーナス濃厚。今なあ、まあ、あーってことじゃないよ。今のはただの疑似連継続です。第1なんで、あれが第2第3だったら激アツ演出です。チャンス目じゃない方がいいな、これな。耐えろ耐えろ耐えろ。最後の1個まとまる。絶対これあー、そんな3回引いたけどダメ。ラスト3ゲーム。さあ当てれば 66% ですよ。嘘だって。見たか見たか、ほらこういうことだろ。パチスロ鋼鉄城のカバネリはよ、こういうことだろうが。人気の秘密はそら人気になるわ。面白いもん。耐えていく、耐えて無名。全然300枚いかないあ、無名高額。あ、生駒チャンス目 25%。 リプレイリプレイ。60%、60%引いた。引いてるよ。60%引いてるよ。え？え？外れた。60% 外れた。あー、追い込まれた。また追い込まれた。外れれば確定か6枚ベルか。あはい、今ですね終わっちゃったんで、まあ、これで通常時に戻るんですけど、まあ、時間もねもうだいぶ1時間ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、ここで終了したいと思うんですけど、大量獲得した時に、内部的に裏ビバと同じような抽選になる場合があるんですね。それもフラグなんですけど、俺が無名を助けるフラグっていうのがあるんですね。それが、平均2450枚ぐらい出てる時にそのフラグ立つんですけど、そうなるとどうなるかっていうと、非降格の1個チャンス目って本来、25% なんですよ。なんですけど裏ビマのように 33% になると。で当たりやすくなる、プラス当たった時のボーナスが400枚以上になるっていう、まあ、ほぼ裏ビマと同じような性能に。だいたい2450枚ぐらい超えるとその状態になります。ただ裏ビバと唯一違うのはナビが出ないので、まあ、消化中に順増6枚ってことはないんですけども、いくかもしれない。あともう1個ですね、臆病者を助けるフラグ、まあ、いろんなフラグがあるんですけど、特定枚数までいってると ST 再開後1ゲーム目に、全然何も引いてないのに突然エンディングみたいな、まあ、いろんなフラグが搭載されているっていうのを一応覚えていただいて、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、実践終了でございます。お疲れ様でした。で、投資がまあ今日は36000円までいっちゃったんですけど、最終的に1400何枚、回収できまして、3枚でいうとマイナス170枚ぐらいで、はい、ぜひですね、今日の法則、結構細かかったと思いますが、これ頭に入れていただくとものすごく面白くなります。本当にあれ分かってんのと分かってないの多分全然面白さ変わってくると思うんで、ぜひ1個でも覚えていただいて、ホールで打つ時の参考にしていただいて、で楽しんでいただきたいと思います。ぜひ次回以降の俺の代も楽しみにしてください。では今回はこの辺で、さよなら、バイバイ。